八回無視に三塁では二比に倒れるブルージェイズ。3-1ドジャース。日時間29日トロントドジャースの大谷翔平投手は28日。日時間29日、敵地で行われたブルージェイズ戦に2番指名打者で出場し4打数無安打だった。チームは1-3で敗れ、連勝が6で止まった。連日の大ブーイングの中、ブルージェイズの先発、ガウスマンと対戦。初回の第1打席では、中堅後方へ強烈な打球を放つも、中堅、バーショの好守に阻まれた。4度コロチ、ドジャースタジアムなら、塁打の大飛球だった。4回先頭の第2打席では2次か、6回の第3打席では見逃し三振。8回無視に三塁の一打同点の場面では、二比に倒れた。得点圏打率は34打数6安打で、176となった。3試合ぶりの無安打で打率、336、オプス 1.038 となった。チームは先発のグローブが2回3失点で降板。相手先発のガウスマンに7回まで5安打1得点に抑え込まれた。連勝は6でストップとなった。フルカウント編集部。